古代の福岡を歩くシーズン10。遥かな昔、海の道から、そして陸路を通じて福岡には様々な文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン10。この番組は餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。餃子の山八です。国内産の豚肉と野菜を使った山八の餃子は、店舗のほかインターネットでもお求めいただけます。餃子の山八で検索してください。お待ちしております。こんばんは、坂田修大です。今夜は安住族の長、安住の磯良と高良さんの話です。お話を神宮皇后伝承を歩くの著者、綾杉瑠奈さんに伺っていきます。前回は安住の磯良がなぜ高良山にやってきたのかという話を伺いました。今回はその続きです。安住の磯良は2回高良山に来てるんですね。あ、そうですか。で、最初は神宮皇后と一緒だったわけです。はい。それで山間の駅から凱旋して帰るときに、はいはい、長崎周りを通って有明海に入って風浪宮ですね、はい、そして大善寺まで来るんですけど、はい、そこからはもう船、大きな船が入らないから、うんうんうん、船をクスノキに係留して、はい、あとは小舟に乗って、はい、行くわけなんですね、はい、それで、その時それからずっと登っていって、はい、そして途中その高良山に立ち寄ったわけです、はい、そして、神宮皇后がたちが立ち寄った場所というのが、今祇園山古墳があるところですね、はい、あそこちょっと岬状になってますよね、はい、であそこでこれまでのことを振り返られたというふうに神秘書に書かれています。あ、そうですか、はいはい、とちょっと高台ですから、はい、そこの目の前が平野ですけれど、はい、まあ、昔は泥海だったと、景行天皇の時代とかもそういうふうにこうもう干潟になったり泥海になったりするようなとこだったっていう場所ですね、うん、はい、そして次にやってくる時は神宮皇后が亡くなった後ですか。あ、そうなんです、それで神宮皇后がいつ亡くなったのかっていうのは、はい、その日本書紀にはですね100歳で亡くなったように書いてあるんですね。ほうほう。そして神宮皇后は和の女王だと、はい、そしてもう一人和の女王といえば卑弥呼ですよね、で卑弥呼の亡くなった年と同じになるように神宮皇后の寿命を延ばして100歳にしてるわけですね、はい、それで、でも地元では結構早く亡くなったように書いてありますね。それで、まあ、お腹、ね、赤ちゃんを解任しながらもこう馬に乗ったり船に乗ったり、はい、ましてや戦いに行って、そして、出産は難産だったし、はい、産後の日立ちも悪かったと、はい、まあ、非常に過酷な戦いをされて、はい、結構早く亡くなってしまったっていうことがあちこちに書かれてます、はい、それで竹之内宿根や安住の磯田たちが側近として、はい、まあ、都で神宮皇后を支えていたんですけれど、はい、代が変わったために都に入れなくなったわけですね、はい、それで二人とも久留米の方に帰ってくるわけです、はいはい、でその時にやっぱり磯田はですね、はい、船が気になってしょうがなかった。おう。それで御座船をたま大善寺玉垂宮に置いてましたよね、はい、
でそれをやっぱり見に来たんですね。あ、そうですか。はい、そして船が、まあ、まだ大丈夫だなって。だけど、はい、その船は使わずにまた別に小舟をしつらえて、そして、風浪宮に行ったり、大牟田に行ったりして、そして最終的に、まあ、高良山にめがけて行ったわけです。はい、で安曇野空が、はい、高良山に入ろうと登ろうとしたんですけれど、はい、実は千住の神がいらして。ああそうだ、はい、そうですね。それが高木の神、高木の神、はいはい、で、まあ、高牟礼の神とも言いますけれど、はい、本当の名前は高見結びの神といって、高見結びの神、はいはい、日本神話の中でも第2番目に出てくる神様なんです ね、 ですね、はい、その神がすでに高良山にいたわけなんですよ。それで、その安曇野空が、まあ、一計を案じて、それで、今の登山道路があるところに馬蹄石というところがあります。ありますね、はい、そこまで行ったら神様が降りてきたわけなんですね。それでちょっとここからは説明がちょっと言葉説明しにくいんですけど、はい、実はその神々石というのが有名じゃないですか、高良山をぐるりと回ってる、はい、であれは昔は本当は石畳と言ってたんですよ、はい、で八の葉っぱの石畳って言って、はい、八葉の石畳と言ってたんですね、はい、で神々石というのは神様がこもる石と書いて、で巨大な岩倉だったんですよ、はい、で登山道路にもその岩をずっと通っていくほど巨大な岩盤もですね、はい、それが神様がいる石だったんですね、はい、でそれをその明治時代の学者さんが入れ替えて発表したんですよ。それで列石の方ですね、石畳を神々石と言っちゃったもんなので、はい、ちょっと今日は説明しにくいので、はい、本来の言葉で説明しますと、はい、その神がこもる石の神々石のところで、はい、高木の神がその降りてきて、はい、その何の用事ですかと、で人よ宿を貸してくださいと、うん、ならば何か印を見せなさいと、うん、その時にその安曇野空は馬の蹄の跡をつけたんですね、はい、で岩の間にちょうどお椀ぐらいの穴を掘ったわけで、岩の上にですね、はい、で それで、馬の足跡の石ということで馬蹄石と言いますけれど、高木の神はそれを見て納得したんですね、うん、そしてじゃ どうぞと言って自分は降りていって、そして人よ宿を貸したわけです、うん、でその間にその安曇野空はバーッとその列石を築いたと、はい、でそれが石畳なんですけれど、はい、まあ、高さといえば50センチぐらいの列石ですよ ね、 すね、だから人間だったら片足でもう登れるぐらいの石畳ですけれど、神様だったので結界になってしまって、その高木の神様は戻れなかったというわけなんですよ。それで仕方なく今のこの結界の外の高木神社というところに鎮座されているというわけなんです。ところがなぜ高木の神様はその馬蹄石を見て納得したのかっていうのが書かれてないんですね、はい、それでずっと謎に思ってたんですよ、そしたらこの前安曇野に行かれて、そしてネズミ石というのを、うん、ありましたね、はい、紹介されたじゃないですか、安曇野のネズミ石で、それも、まあ、テールプルぐらいの大きさに、はい、やっぱり馬の足跡ぐらいの大きさの穴が掘ってありますよね。そうですね、拳台ないですね、うんうん、一緒なんですよね。あ、それで実はもう一箇所、これまた安曇野に関係がある安曇野、はい、大分県の宇佐安曇野ですね、はい、でこちらももう安曇野のなまったものが安曇野だと思いますけど、はい、ここにも同じように馬蹄石があるんですよ。あ、そうですか、で今度は時代が神武天皇の時代になるんですけれど、
その神武天皇が日向からこう北にですね、はい、上がってくる時にこの安治郡まで来まして、そこに宇薩彦と宇薩姫という兄弟がいたんですね、はい、そして足一つ上がりの宮という宮を建てて、はい、そして神武天皇を歓迎したわけなんです、はい、で神武天皇もすっかりそこ気に入って、じゃあここに母上をお祭りしようと、で神武天皇のお母さんといえば誰かというとそれが玉依姫でしたよね、はい、安住族の姫です、はい、でそれでそうお祭りした時にその川の中にやっぱり岩がありましてそこに玉依姫が現れてこの新人を忘れないように印をつけておくと言われてそれでやはり馬の蹄の足跡をつけて、うん、そして一気に上がられたと、うん、それで足一つの上がりというようになったという話があるんですよ、はい、でこれ全部は安住族に関係があるじゃないですか。そうですね、でなんだろうと思って、まあ、答えは出ませんけれど、まあ、何らかの印としてその馬の蹄の跡という言い方でちょっとまん丸ではないちょっと長方形っぽいですね、跡が各地に残されているという。そうですか、だから信州の方のね、ネズミ石も不思議な感じがしましたけどね、あの穴がいろんなところに通じているという、情報がそれから入ってくるというなんかおかしな穴でしたね。でもなんか安住族の足跡にそういうこの穴があるという、はい、まあ面白い、面白いですね、話です。はい、今週は安住族の長、安住の磯良と高良さんについて綾杉瑠奈さんに伺っています。それで安住の磯良はですね、はい、高良さんに、来たわけなんですけれど、その時にですね、甘寿と饅頭を持ち込むわけですね、はい、でその大きさがですね、なんと15センチのマガタマだったと神秘書に書かれてるんですよ。それも青と白という、まあ、すごい大きなマガタマに、まあ、話が変化していったんだと思いますけれど、それとですねもう一つ八坂兄のマガタマも一緒だったと、合わせて3つです、はい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 、でそれはですね中愛天皇が崩御された後に三種の神器はどうなったのかということなんです、はい、でそれを3人で分け持ったそうなんですよ。あ、そうなんですか、はい、で草薙の剣は神宮皇后、はい、そして八田の鏡は竹の内宿根、はい、そして八坂兄の勾玉は安住の磯良が持ったと、はい、いうわけなんで、はい、ですから安住の磯良にとっては緑と白それから赤の、まあ、3つの勾玉を高良さんに持ち込んだというわけで、そしてそれを高良さんの神殿のところに置くとそれが毎日朝ですね、はい、その3つの霊力が合わさったものが神域を清めたということになっているわけです。で竹の内宿根が預かったその八田の鏡はですね、はい、今度は下宮の方に持ち込んでるわけですね。それでその後が鏡山神社になったわけなんです。それでその八田の鏡も毎日今度は麓の方ですねずっと神域を清めていたと、はい、でこれが秘密だったという。それで神秘書に「ひすべし」「ひすべし」と書いてあるんですけど、はい、ええ、これが内緒だったというようなことが、まあ、書かれています。それで、安住の磯良は最初ですね、はい、今の高良大社ではなくてもうちょっと奥に杉の城というところがあるんですけど、はい、そこに住んだんですね。で、ところが3年住んだらもう飽きたと。それで現在の
ところに移ったと、はい、ですから元の地名は住明というふうにそれで住明という地名に変わったということなんですね。はい、で安曇野五十六はその高良山に長らく住んで、はい、子供たちもあちこち独立したんですけれど、とうとうやっぱ自分も老いさらばえて、はい、で死期が近いことを悟ったんですね、はい、でどうしても見たかったのがやっぱり、神宮皇后と一緒に乗った御座船だったんです、はい、馬にはもう乗れなかったと。そこで神輿に乗ってですね、そして、大善寺まで、降りてくるわけです、はい、そして、御座船をやっぱり調べたんですね。で王位をしていたのをのけさせたと、はい、でそこにその棚があるいは道具があったわけです、はい、でそれを灰津崎というところで燃やさせたというふうな記録があります、はいはい、でその棚というのがあの鹿の島の地名に棚の浜というのがありますね、はい、それと関係あるんですね。で鹿の島の棚の浜という地名の由来が、はい、神宮皇后が御座船に乗ってそして棚を作ってほしいと言われて急遽作った場所があの棚の浜なんですよ。ああそうですか、はいはい、それであのフェリーが今はこう乗りあの発着するところ、あそこなんです。まっすぐ行けばあの鹿海神社に行けますよね、でそこで作らせた棚に神宮皇后は神様をお祭りしたかったわけですね、はい、それで、特にあの対馬を出た時に嵐が起きてそして、3つの苫を並べて、はい、そして、和田摘みの三神をお祭りして、でお供え物を流しますね、はい、それが、まあ、三苫に着いたという、はい、その棚なんです。でそれを見て、燃やさせたと、はい、そしてその後にまたあの神宮皇后をお祭りさせたというわけですね、はい、でそこにあの記録に書かれているのはその「貸し浅妻」と書いてあるんですけれど、はい、それはあの、高良山の麓にあの馬清水神社というのがありますね、はい、今も泉がこんこんと湧いてますけど、はい、そこが中愛天皇と神宮皇后の滞在地だったんですね、はい、それで、あの後に神宮皇后をそこをお祭りするようになってたわけです。それで五十六はそこの神様を今度はまたあの分けてそして大善寺に、まあ、祀らせたというふうなことです、はい、そして、ついに、まあ、亡くなったわけなんですけれど、はい、そのお墓というのが2つあるんですね、はい、で一つがあの風浪宮、はい、駐車場のところに五十六丸神社がありますけれどその横にあのドルメ石ですね、2メーターぐらいの巨大なあの平べったいあの石、はい、でそれがまあ一つですね、はい、でもう一つはあの大善寺の近くにあの高良御廟塚というのがあって、小さな円墳なんですけどね、そこにあのもうあの高良玉垂れの御事のお墓って伝わってるんですね、はい、でそのお墓というのがあの柿殻がいっぱいこう置かれてるんですよ。で普通ならこう石をこう置くところを柿殻をひっくり返して真っ白な部分を外にしてずっと並べてあったと。だから昔はその真っ白なあのお墓だったというようなことです。でそれでその思い出すのが、まあ、イソラマルという言葉があのシリウス星という意味だった、はい、ということですね。でそのお墓も、まあ、あのシリウス星というその輝きをですね、こう伝えるためにこう参拝する人たちが鍵柄を持ってはこうお供えした跡だと、はい、まあ、考えられるわけです、はい、この安住の磯良の安住族と関係の深い島といいますと鹿の島、そして摘石塚の古墳で知られる藍の島もそうです。藍の島にはこんな神社もありました、はい、若宮神社、
というのが一つありますね、はい、そうですね、はい、港に着くとすぐ左手にありますけど、はい、ここの神様が豊玉姫と玉依姫なんですね。あ、出てきましたね、はい、和田摘みの神の二人の姫神です、はいはい、ということからもう安住族の島ということになります、はい、でここでちょっとお伺いしたのはですね、はい、あの右手に拝殿の右手に井戸があるんですね。で今はあの石碑が立ってますけれど、はい、昔そこに井戸があったと、はい、でその後ろにですね柚子かずらの木というのがあるんですけれど、ちょっとこうシュンシュンと伸びた不思議な形をした、はい、あの木ですけれど、ここにですね昔その貸しのところから男の人が来て登っとったっていうんですよ。それでここに住んでいたのが豊玉姫で、そして二人が出会ったという。あ、そうですか、はい、で、ということはそこは竜宮城じゃないですか。竜宮城のことを和田摘みの色子の宮って言うんですね、はいはいはい、で、和田摘みの神のその瓦葺きがされていたという当時のすごく立派な宮だったと、はい、でそこに豊玉姫がいたわけなんですね、はい、それで、神話の方では山幸彦が釣り針をなくしてそして、和田摘み竜宮城に探しに来ますね、そして、まあ、豊玉姫と出会って、はい、結婚して、はい、で、まあ、3年したらもう帰らなきゃいけないって言って、はい、それで、調べたらタイの喉に釣り針が引っかかっていたと、はい、でそれを持って、戻っていったと、はい、その時にやっぱ和田摘みの神が甘寿と饅頭を授けるんですよね、はい、まあ、そういう話がまあ完全な神話かと思っていたら、はい、なんとその愛の島がその舞台だったというわけです。そして対馬の方にも二人が一緒に住んだという話が伝わってるんですね、はい、ですから、まあ、この山幸彦とそれからその海の安住族と その出会いが、はい、まあ、そんなふうに神話化されて、はい、書かれていたということです。お話を神宮皇后伝承を歩くの著者綾杉瑠奈さんに伺いました。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。こんばんは。こんばんは。高良さん巡りのお土産に良きもの見つけました。何でしょう。お菓子なんですけど。いいですね。その名も高良山。高良山、作ってるのが西鉄久留米駅東口に出て本当に真正面にある水月堂定商庵っていうお菓子屋さんなんですが、お水に月に堂ですね、はい、包みに匠に庵って書きます。でここね、創業が明治12年なんですよ、1879年だから145年の歴史、うん、5代目のご主人江藤昭一さんが迎えてくれたんですが、作った高良山、これね焼きまんじゅうなんて、せっかくなんでもう食べちゃいましょうか。あ、もうね現物が袋が目の前に緑色のね鮮やかなパッケージ。あー、なんか素朴な、まるでねパッと見こう椎茸のようなちょっとした大ぶりの椎茸に似てると、直径が5センチぐらいで高さ1センチぐらいあるんですよね。あ、でも素朴な、あ、いい香りです。うん、あ、中のあんがこの小豆の、うん、うん、お茶欲しくなりますね。そうそう、美味しいお茶飲みたくなるような、そんな味なんですよね。あ、ソフトな味わいでいいですね。これあんはね、北海道小豆なんですけど、砂糖と水飴使ってるんでちょっと抜けのいい感じの甘さなんですね、うんうんうん、香りがいい。でね、皮の香りよさ、これねカステラ生地なんですって。おお、もうね、多分ね明治の終わりから大正ぐらい、もうおじいさん2代目が作ったお菓子っていうから結構昔に作られてるんですけど、ハイカラだと思いません？ね、焼き色がちょっとこう褐色のね優しい色合いで、そうなんですよ、うん、で昔とちょっと変わったところもあると江藤さんおっしゃいます。昔はですね、デコボコやったんですよ。デコボコになっとったってお菓子が、お菓子が、はい、ちょっと待って、綺麗じゃないんですよ。山やけん綺麗じゃいかんちゅうことで
まあ、作る方はもうほとんど変わらないんですよ。作り方は自体はですね、生地をちょっと昔とちょっと違ってたんです。私がまたちょっと変えたんですけど、昔は表面の生地がちょっとデコボコして山っぽかった。今はね割とつるっとした感じで、うんうん、それでもの焼き色がすごい素朴な感じがして、ね、いいお菓子なんですよ、うん、でこの高麗山もいいんですが、実はこの水月堂定昇庵の一番売れてる商品がありまして、もう一個ご紹介したいんですけどね、塩屋の娘っていうお菓子なんです、はい、これあのあんを牛皮で包んでふやきせんべいで挟んでるっていうお菓子なんですね。なかなか聞かないですよね、うんうんうん、珍しいんじゃないですかって言ったら、やっぱり江藤さんもそうおっしゃいました。そうですね、全国的にもあんまりないですもんね、これはですね、はい、特に東京の方は大好きです。東京人に何が受け取るんやろ、なんでしょうかね、分からない、うん、まあ言われもずっとこう東京関係してるんですけどですね実はこれあの塩屋っていうのはお塩を売ってるところじゃなくって、昔明治時代にその久留米にあった旅館、料亭旅館だったんですって。で廃藩置県の時に東京からお偉いお役人さんたちが出張してきて、この塩屋でお接待が行われました。お手伝いに来ていたお大さんっていうすっごい綺麗なお嬢さんがいて、みんなのお気に入りで、で役人さんみんな東京に帰っても、いやー久留米の塩屋の娘は綺麗だったねって言って懐かしいんで、みんなで歌を歌ってたんです。能屋節をだ、それが日本橋の芸者さんたちの間で流行って、で回り回って久留米にその流行り歌が伝わってきたと。じゃあお菓子作らなきゃってことになったそうなんですよ。そのお菓子どうぞ召し上がる。あ、これね、三位一体っていうか、その一口で大きくね、せんべいもそう、中のあんも全部一口で、ね、見た目が意外でした、はい、2つの ふやきせんべいでバッとこう、だからもう立てると H 型に、ま、中でこう潰れた、ね、あんこ部分がね、いただきます。わ、大きいですね、分厚いですね。うん、ちょっと喋れませんあのふやきせんべいがね、水分含有量がいいというか、うん、持っていくんですよね。これはやっぱあの一口でバクッといって口の中でこうハーモニーを楽しむお菓子ですね初めてですね、こんなお菓子は食べたことないでしょう、うん、塩屋の娘本当に驚きなんですけどね。これあの中のあんがあんだけじゃなくて牛皮が入ってるっていうのが、うん、やっぱりね、うまみというか歯触りもね、ちょっとこう粘り系のようなものがあっていいですね。であんもさっきの高麗山とは違って、うん、黒砂糖にちょっと塩が混ぜてあるらしくって、うんうんうん、塩屋の娘だから塩を入れないわけにはいかないとご主人おっしゃってました、西鉄久留米駅東口出てすぐです、水月堂定昇庵で美味しい高麗山、そして塩屋の娘に出会ってください。中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。